本日はお忙しい中ご来場いただき誠にありがとうございます。私は司会進行を担当します、指揮タス教育推進事務長和田と申します。よろしくお願いいたします。ただいまから明治大学第2回 e プレゼンコンテスト結果発表表彰式を開催いたします。表彰に先立ちまして、まずはじめにこのコンテストを学生さんの立場からサポートし盛り上げてくださった学生サポーターの皆様からメッセージがあります。今から出てくださる学生さんたちは去年の大会参加者です。今年の大会の盛り上げ役、裏方で頑張るということで、この春からずっとお手伝いをいただきました。ではお願いしたいと思います。サポーターの小林さん、小茂さん、斉藤さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いやでも本当にこんなに、明治郎も来ましたね。本当にこんなたくさんの人に集まってくださいましてありがとうございます。私たちは、私3人は、今年4月から e プレゼンコンテストの学生サポーターとして、活動を行ってきました。で、まず最初にそうですね、自己紹介をさせていただきます。理工学部、理工学部4年の斉藤正弘です。よろしくお願いします。文学部4年の顧問亜美と言います。どうぞよろしくお願いいたします。理工学研究科修士2年の小林優太です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと前にも出てるんですけど、e プレゼンコンテストについて今日は参加者じゃない方も来てくださっているということと、ユーストリームでも見てくださっている方がいるので、 e プレゼンコンテストがどんなものかというのと、あと私たち学生サポーターの活動について紹介したいと思います。でまず最初に e プレゼンコンテストって何かなってことについてお願いします。そうですね、今日ちなみに、エントリーしてなくて、その友達だとか初めて来たっていう人どれぐらいいますか？結構いますね。そういう人は多分 e プレゼンコンテストって一体何なんだろうっていう人がいると思うので、ちょっと簡単に説明したいと思います。普通にプレゼンテーションのコンテストというと、こういうところで人前でこういうパワーポイントを使ったりして、プレゼンテーションするというコンテストが普通だと思うんですが、 e プレゼンコンテストというのはそういうものとは全く違います。 e プレゼンコンテストというのは事前に、このように、パワーポイントと映像を組み合わせたコンテンツを作ったり、映像作品などを作ったりして、本当に自分のアイデアを生かしたプレゼンテーションができるプレゼンコンテストです。でそれらをウェブ上にアップロードして、それを誰でも見ることができますということで、 e プレゼンコンテストは本当に新感覚の全く新しいプレゼンテーションだと思っています。でどういうものなのかというものはこの後優秀者の作品が見れますので、それを見てくれれば分かると思います。それが e プレゼンコンテストですね。で、私たち去年 e プレゼンコンテストに出てたんですけど、どこがやっぱり醍醐味なのかというものをちょっと顧問さんに聞いてみたいと思います。私たちは去年 e プレゼンコンテストに参加してきました。それで、このコンテストの醍醐味というのは、やっぱり月並みなことになるんですけれども、みんなで何か一つのものを作り上げて、それをこう意見とかをみんなで共有し合うっていうところが一つの大きなポイントだと思います。はい、ありがとうございます。皆さんもこういう感情を、味わったんじゃないかなと思います。続いて学生サポーターについて何をしていたかということを少し紹介したいと思います。そうですね、学生サポーターっていうのは本当に今年からやった、企画というか試みなんですけど、4月ぐらいから、例えばビラを配ったりとか、あと皆さんが、分からないことの質問に、乗ってあげたいとか、あとそのシルバーストリームという、今回コンテンツを作るソフトがあるんですが、そのソフトの使い方をの、制作支援なども行ってきました。実際に会った人もいるかもしれないですね。そうですね、自分もこの中で実際に会って手伝った人もいると思います。例えば、さっきちょっとあったんですけど、プレゼンテーションのコンテンツを作るためのコンテンツというものを私たち制作したりもしました。それで、本当にずっと4月からやってきて、ついに、今日決勝ということで、テーマは在学中にすべき5つのことだそうです。そうですね、今回参加していない皆さんも在学中にすべき5つのこと、一体何なんだろうなっていうものを考えながら、発表会を楽しんでくれればいいと思います。じゃあそれでは学生サポーターでした。
はい、学生サポーターの皆さんありがとうございました。明治郎も一時退出です。また後ほど出てきますので、では続きまして、この表彰式のためにお忙しい中お越しいただきました福宮健一学長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。学長を務めております福宮でございます。本日はお忙しい中、学生対抗 e プレゼンコンテスト審査委員会に参加いただきました先生方、本当にありがとうございます。地方大学の渡辺純一様、マネジメントサービスセンターおよび専修大学の宮原しおり様、文化学園の賀来健一様、株式会社ザイニックス代表理事の劉孫彪様、株式会社システムゼウス取締役の青野久人様、そして、電子システム株式会社取締役の渡辺敦様、本当にお忙しい中ご協力いただきましてありがとうございます。心から御礼を申し上げます。第2回ということで、いよいよ1回に比べてですね、活気が出てきたのかなというふうに思っておりますが、新しいプレゼンテーションだということでございます。私などは忙しさにかまけてですね、シルバーストリームなどを使っている覚えるですね時間がなくて、どん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 若い人に置いてかれるというのは大変悔しい思いでありますが、そういうことを言うのも年を取った証拠でありまして、いつか機会があったらチャレンジしてみたいというふうに思っております。プレゼンテーションというのはこういう時代において、自分の考えること、伝えたいこと、これをうまく表現をするという力だというふうに思います。グローバル化が進んでですね、多様な社会、多様な人たちとこう混じり合っていろいろな仕事をしたり、あるいは活動すると、そういう場面において大変重要な役割を果たす、そういう手段だというふうに思っております。それには参加された皆さんたちもご苦労なさったと思いますが、コンテンツをどう作るのか、どういう中身を伝えようとするのか、そしてより伝えやすいデザインはどんなことなのかというようなことをいろいろ考えたり悩んだりされたのではないかというふうに思います。そこにはやはり相手に伝わるということ、あるいは伝えるということは、論理的な構成、論理的な内容という積み上げというものがですね、なければ相手に伝わることはなかなか難しいというふうに思います。皆さんがプレゼンをやろうと思って、こういうテーマでというふうに考えて、そのいろんな構成を考えたり、いろいろなコンテンツをこうまとめていったりする中で、自分の考え方がだんだんこうすっきりしてくるということに気がつかれたのではないかと思います。無駄なこと、余分なこと、それから重層的な構造にすべきこと、いろいろなことを考えられたと思います。共同作業で作り上げる、そういう作業も大きな勉強のチャンスになったのではないかというふうに思います。それをまた学生が支えるというですね、学生サポーターという存在があったということも、学生さんらしい、大変いい試みではなかったのかなというふうに思っています。今後もますますこうした機会を捉えてですね、学生の皆さんはご自身の能力の開発にですね、努めていただきたいというふうに思います。最後でありますが、再び本当に先生方お忙しい中、長時間ご協力いただきまして心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。福宮学長には次の予定が、出るまでギリギリまで見ていただくということになっております。よろしくお願いします。続きまして、本コンテストの主催者であり指揮たすカレッジ運営委員長であります伊藤明副学長にご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。今ご紹介をいただきました伊藤でございます。どうも本日はたくさんの方がこの会場にお越しいただきまして本当にありがとうございます。運営委員会の委員長ということですが、5月からですね、この
本日に至るまで、数ヶ月いろんな作品が多く出てまいりまして、実は最後に12チームというんですか、12テーマがですね、決勝に残るということでありました。先ほどいろいろご紹介ありましたけれども、私12テーマをですね見させていただいて、とにかく学生さんのその若さというか、こうはつらつとしたその状況がですね、とても胸に染みました。日頃学生さんには、授業というか講義で、話をしていると、こちらは話をする、学生さんはそれを聞いているという、そういう形なんですけども、これはむしろ学生さんの方から自分の言いたいこと、考えていること、将来に対すること、みんなそういうものが非常にはつらつとですね前に出てきていて、それでチームを組んで若さいっぱいにですねこう語ってくれているという画面を見まして、とても感動いたしました。そういうことで本日は優秀、最優秀、優秀、いろんな形のですね表彰がこれからございます。これからもこういうプレゼンを通じてですね、学生さんが自分の考えを多く自然に、しかも元気に述べられる、そういう機会がますます増えていくといいなというふうに気がいたしました。素晴らしい作品が多くあったことを喜んでおります。どうぞこれからもご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではお待たせいたしました、いよいよ結果発表です。まずは AFP 通信賞の発表です。 AFP 通信賞は作品の中に AFP ワールドアカデミックアーカイブの素材を使ったチームの中から選ばれました。第2回 e プレゼンコンテストAFP 通信賞に輝きましたのはこちらのチームです。見てください、この美しい海、ここが水俣の海です。かつてこの町は水俣病に苦しみました。そんな経験と現在の水俣の姿を学生に伝えるため、水俣環境大学が開催されています。また環境大学短期セミナーにですね、入門編ということで、お見てくださいまして本当にありがとうございます。はい、前編は7分あるんですけど、申し訳ありません、時間の関係で1分間のダイジェスト版とさせていただきました。ではチーム水俣の松本優子さん、若林俊成さん、権平拓郎さん、 AFP 通信の通信賞の受賞おめでとうございます。ではプレゼンターの各様、前の方へお越しください。また受賞された皆さん、前の方へお越しください。どうぞお三人方。それでは AFP 通信賞を選定された文化学園アカデミックアーカイブセンター所長の各様より賞状並びに iPad を贈呈させていただきます。賞状 AFP 通信賞チーム水俣殿、キーチームは明治大学第2回学生大会 e プレゼンコンテストにおいて当初の優れた成績を収められました。
ここにその栄誉をたたえて称します。2012年10月3日 AFP 通信東京支局、支局長ジルカンピオン、各が代読いたしました。おめでとうございます。こちらはちょっとあの問題なんですが、3人なんですけれど、iPad は1台になりますので喧嘩なさらないで、決めてください、はい、あと副賞が AFP のエコバッグがついておりますので、はい、おめでとうございます。受賞されたそのまま少々お待ちください。このコンテストにおいて AFP ワールドアカデミックアーカイブを利用させていただいたのをきっかけに文化学園大学さんともご縁ができました。実は今回の韓国研修も文化学園大学の学生さんと一緒に行うことになっております。それではここで各様より一言頂戴いたします。はい、よろしくお願いします。はい、AFP 通信賞今回私たちも2回目になります。で簡単に、AFP のことについてお話しいたしますと、フランスの通信社ですね。 AFP 通信創立が1835年、世界で最も古い通信社です。で今までは NHK あるいは読売新聞、朝日新聞、マスメディアにしか配信してこなかったものをアカデミックユースに限って、ご利用いただけるということで明治大学さんでもその先進性を真っ先に評価していただきまして採用していただきました。で今回学生の皆さん、1000万枚のうちから自分の表現に最も適したものをチーム水俣の皆さんは、選んでこの、プレゼンのコンテンツとして掲載していただきました。12チームのうちですね、4チームが AFP の写真を使っていただいたんですが、例えば、他のチームではそれぞれの、コンテンツのテーマのイメージを象徴する写真として使う使い方、ただチーム水俣の場合には報道写真そのものを持っている力、先ほどちょっとご覧いただいたような それを採用していただいたというのは今回の大きな決定になりました。ということで受賞理由についてはお話しさせていただきます。それからもう一点ですね、今回、イビキタスの皆さんからのご推薦というふうなことで文化学園大学もこのイープレゼンコンテストに、共同プロジェクトとして参加させていただきまして、その責任者であります押尾先生、ちょっといいですか造形学部の押尾先生が窓口になりまして共同開催ということで一緒に韓国研修に行くことになりました。いろいろとありがとうございます。ということでどうぞよろしくお願いいたします。チーム水俣の松本さん、若林さん、権平さん、おめでとうございました。それではここで広報課の方からカメラが来ておりますので一緒に記念写真をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ではお席の方へお戻りください。ありがとうございます。続きまして、ザイニックス賞の発表を行います。ザイニックス賞はご協賛いただいている株式会社ザイニックス様が選んだ2つのチームに贈られます。まず1つ目チームはこちらになります。サイエンスチャンネル。音声が流れてこない場合はそのページを
更新してください。皆さんこんにちは。サイエンスチャンネルへようこそ。今回は在学中にすべき5つのことをテーマに、学部4年の私たちが経験してきた中から5つのことを紹介しようと思います。しかしながら考え始めるとなかなか5つに絞り込むことができません。なので私たちはこれを在学中に自分のためにすべきこととして、皆さんがやろうと思えばすぐにでもできることに対して3つ。はい、ありがとうございます。ダイジェストでお届けしました。それではサイエンスチャンネルの原田明さん、西内拓也さん、ザイニックス賞の受賞おめでとうございます。ではプレゼンターの龍様、戸様、前の方へお越しください。では受賞された皆さん、今日は西内さんお一人というふうに聞いております。前の方へお越しください。よろしくお願いします。それではザイニックス賞を選定された株式会社ザイニックス代表理事劉孫ヒョン様より、賞状並びに副賞として iPod Touch です。 iPod Touch 人数分の目録が送られます。賞状の方は戸様が代読させていただきます。よろしくお願いします。少女ザイニックス賞サイエンスチャンネル殿キーチームは、明治大学第2回学生対抗 e プレゼンコンテストにおいて当初の優れた成績を収められました。ここにその栄誉を称えて賞します。2012年10月3日、株式会社ザイニックス代表理事劉孫ヒョン。では引き続きもう1チームの発表をします。今のお3人は少し脇にご待機ください。